富安さんいきます。富安ゆまさん、漂白する幻影、神奈川芸術劇場、カートってやつですね、で、開催されておりました。じゃあこちらからいきたいと思います。はい、ということでですね、カートってあの、劇場なんですね。演劇の場所なんですけど、あれはね、何駅から近いのかな。まあ、それこそ馬車道とかなんかそういうところですよ。あの地下鉄のところですよ。で、富谷さん、まあ、芸大の博士課程出て、ブンダーカマーっていうスペースやってたんですね。たりして。まあ、今も一応やってるってことになってるのかな。まあ、そういうね、一軒家を使ったね、展示なんかもやってた方ですね。学部はチェルシーです。イギリスね。イギリスのチェルシー出てます。で、行きましょうか。カタログもらえてたの？あ、これ違った。あ、これ違うやつだ。ごめんなさい。でね、まあまあ。はい、まあいいか。いや、まあいきなり展示の説明いきましょうね。こういうね、ドアがあるんですね。富谷さんってね、結構ね、大きなインスタレーションみたいなのを組む作家なんですよ。で、資生堂でですね、展示、資生堂ギャラリーか、あの銀座ですね、銀座っていうか新橋っていうかね、で、展示した時にものすごい人が並ぶぐらい来たのよね。で、それでまあちょっと有名になりまして、カートでも、展示してるってことですね。で、これまあどうなってるかっていうと、こういう細い、こうね、さっきのね、ドアのとこパッと開けるとですね、細いこうね、こう通路、廊下がありまして、で向こう側にですね、ここはガラスですね、があると。だから永遠に続いてるみたいになってるわけね。で、こっちから入ります。はい、入りましょう。あ、これ鑑賞の手引きとかね。あ、これ僕が、まあ、撮影したんですね。はい、漂白する幻影っていうね、展示ですね。はい、でこれね、かなり大きなインストレーション組んであるんですよ。で、展示スペースとしてはそんなにめちゃくちゃでかくはありません。で、そういうところにですね、こう、まあ、ソファーとかですね、こうですね、剥製ですね、大量の剥製が置いてあります。で、これ劇場ですから、劇場の施設があるんですね。これをね、うまく、非常にうまく使ってるんですよ。で、いろんなところにインスタレーションのこういうね、組み合わせみたいなのが組んであるわけ。ね。で、ここにですね、スポットライトがパーンと当たるんですよ。ね、で、そうするとですね、ここにこうみんな行ってですね、こう近くで見れるようになるわけね。そうじゃないところはもう真っ暗、かなり暗いです。相当暗い。でもスポットも本当にスポットですから、そこ以外ほとんど見れません。で、これ剥製ですね。で、これなんかちょっとなんか何が崩れ、壁が崩れたみたいな感じかな、のが置いてあったりね、こう服みたいなのがかけてあったりね、こういうかあのインスタレーションが組んであるんですね。廃墟みたいな感じですね。すいません、写真がこれ荒いのはあのあれですね、あの光が弱いんで、ちょっとどうしてもね、こうなっちゃうんですね。ものすごい淡い光なんですよ。これスポットですね、一点ですね。あの本当に劇場でよくあるね、こういうスポットね、こう羽がついたやつですよね。ああいうスポットねがこうパーンと当たるんですね。これもうほとんど真っ暗ですよね。かすかに映ってるんですけどね。これちょっと何撮ってるのか分かんないけどね、僕ね。あ、これね、ごめん。これ映像だ。映像僕撮ってません。ものすごいちっちゃいモニターですね。ブラウン管みたいなモニターだと思うんだけど、がポンと置いてあって、そこに映像があるんですよ。で、これ、どこかのね、本当の建物の空間がね、映し出されてるの。で、これ廃墟なんですよ。そら、ほら、これさっき見た廊下みたいですよね。さっき通ったリアルの廊下ね、と一緒のような映像が流れてます。そうするとですね、別のところにスポットがパーンと当たるんです。はい、次はですね、ピアノですね。ピアノがこうポーンと置いてあってですね、その上にですね、またですね、こうなんか人形とか時計とかですね、いろんなものが置いてあるんですね、こうやって。うん、で、音が鳴ったりはしません。でもボロボロです、これ。もうボロボロ。ね。ものすごく怖いのよ、これね。
はい、これもスポットがパーンと当たってますね。向こうは多分ガラスだったのかな。こういう風にね、もうボロボロのピアノとこういうのが置いてあるわけね。はい、これあの、あ、もうそろそろ行っちゃわなきゃいけないかな。これ実はですね、おそらくですよ、おそらくだけど、あのね、さっきの廃墟あったでしょ、あの廃墟、あの廃墟にあったものじゃないかと思う。ただそこら辺がこう曖昧になってるのね、曖昧にしてるのね。だから、あの廃墟にあったものを持ってきてるのは確かなんですよ。なんだけど全部じゃない、もちろん。あんなに剥製あるわけないし、でいろんなもの混ぜてるのね。でインスタレーション組んでるんですよ。でそれがなぜかっていうのも後から分かりますね。このなんか喫茶店みたいな感じですよね、多分。だからあの建物の中に僕喫茶こういうのがあったんじゃないかと思うんですよね、でそれをですねそのまま持ってきてるのね。だごめん、そのままじゃないよ、もちろん。ただインスタレーションを組み直すわけです。その記憶を組み直すみたいな作業をするんですよ。ただ記憶っていうのはですね、そもそもですね、我々の、記憶っていうものは脳内で作られたものですから、であると同時に、これもあの脳科学ではっきり分かっていることですけど、我々ってあの目の前にあるものを見ることができないんですよね、っていうのはなんか変な感じがするけど、目の前にあるものをどういうふうに認識してるかっていうと、記憶で認識するんです。当たり前ですよね。でも、初めて見るものっていうものをに、あ、もう、あの、例えば車がピュッとこうやってこの辺プッと取ったら車が通ったなって分かるじゃないですか。なんでかっていうと、我々の車っていう記憶があるからこそ車だって分かるわけですよね。ということはですね、じゃあ そこにピュッとこう通ったものとかパッと通ったものをね、見てるかっていうと、我々の記憶、過去のものを組み合わせて解釈してるわけですよ。いい？でそうなると新しい車がまた過去のものとして今度は蓄積されますから、そこにね、それは全部過去になっていくわけです。つまり全部過去になって現在のものをそのまま見ることっていうのはできないわけですね。で記憶ってもともとそういうふうに構成されたものなので、これは文字通り記憶なんですよ。やっぱり建物の中の記憶なのね。これを作ってるんですね、インスタレーションとして、ね、それをスポットライトでパンと照らす。なんでスポットライトで照らさなきゃいけないのかっていうことも後から分かります。で、いろんなところにですね、インスタレーションがですね点々と組んであって、結構距離が離れてるんですよ。だからスポットライトがですねパーンと当たってるのが、まあ、結構長い時間ですね、3分ぐらい当たるんだと思うので、その後ポーンとスポットライト消えるんですよ。でその後またふわーんとスポットライトが別のところに行く。そうするとね、人が大移動する。大移動って言ってもそんなにあの人数制限してるからね、そんなに入れないんだけど、まあ3人とか4人、3人5人ぐらいがねビューってそっちに移動するわけ。みんなでみんなで移動しながら見るんだよね。そういうことするわけね、うん、まあそういうことね、わざとさせるように組んであるわけで、剥製がね、剥製はこれはもうあの明らかに、富谷さんが自分で置いたと思います。でちなみにこの剥製の出元っていうのは、まああの実は僕は個人的に分かるんだけど、まあちょっとそれは言わないことにしときますね。はい、これですね、映像があるのはね、ブラウンカム、こんなにちっちゃかったかなもうめちゃちっちゃいですね、これが置いてあって、ここにですね、白黒の映像が流れてるんですよ。でまあ間違いないと思う、これ本人聞いてないか分かんないけど、間違いないと思うけど、これがですね、このインスタレーションの元なんですよ。こっから多分全部持ってきてるんですよ、あの人ね。それだけでもちょっと異常なんだけどね富安さんってものすごい変な人なんですよ。あのねすごい面白かったのはね、富安さんって誰と同学年なのかな、千穂ちゃんかな、林千穂ちゃんぐらいと同学年なのかな、アルシンと千穂ちゃんの間ぐらいかな。僕と同い年ではあるんですよ。あのね、で同い年ではあるんだけど、まあそれがあのロンドン行ってたからね、ちょっと遅く入ってるんだけど、修士から芸大です、ユガなんだけど、あのね、意味わかんなかったと、あのね僕もその頃芸大よく行っててね、あの友達がいっぱいいたからね、まあよくっていうほどまだちょろちょろ行ってて、ポッと見たらね地面にね、あのだから博士課程じゃないかな、修士かな、忘れたけど、その時ね、地面にね、地面っていうか、あの芸大のアトリエねのところに結構広いスペースもらってて、だからあれ博士だったのかな、わかんないけど、めちゃくちゃでかい魔法陣書いてあったのクソでかいよめっちゃでかい魔法陣書いてあって
それだけ書いてあるの。もうマジ意味わかんねえと思いましたね。何かを召喚してたんですよ、富安さん一人で。意味わかんなかったな、あれすごかったな。いやでもね、富安さんいいなと思いましたよ。来てるなーっていう感じしました。来てる人なんですよ。そういうとこすっごい面白いね。本人やったらめちゃめちゃ普通、普通っていうか、まあおとなしいね、控えめな人なんですけど、もうめっちゃ面白いんですよ。なんか家とかにもなんかね、よくわかんない石みたいなのいっぱいあるしね、なんかね面白い人なんですよ、ね。はい、こういうねインスタレーションね。でこの映像がまああれですね、あの廃墟の映像ですね。本人聞いてないけど、まあ間違いないと思います。はい、ということなんですね。だからかすかな記憶みたいなものを、そのね淡い、だからね僕の方に今ちょっとね、その脳の話とかは僕の方にかなり引き寄せてしまったけど、そのね淡いっていうかな、あの狭間にあるね、微妙にどちらかよくわからないようなものみたいな、だから僕はそれを、僕は記憶と解釈するけれども、あの富谷さんは多分違う言葉で表現するだろうね。そういうなんかね、あのどちらとも使わないようなものみたいな、あのだから彼女ね幽霊描いてたりしてたんだけど、幽霊みたいな存在ね、をあの彼は彼女は描きたい。あでもね、そうだよね、なんか間違いないよ。だから脳の中の幽霊、ラマチャンドラのとか、脳の中の幽霊っていう本を書いてるでしょ。あの知ってます、久しぶりに。まあたまには本とか見せようか。僕ね本の紹介とかもやろうかなとかね思ってるんですよ。あんまり僕小説読まないけど、小説もやろうかなとか思ってるんだ。これね、脳の中の幽霊、これですね。はい、これ僕文庫版で読んだったけど、ラマチャンドランっていう、あとサンドラ・ブレイクスリーっていうのが2人で書いてるのか、これは。あともう一個ね、これの続編も出てますよね。これあのあれがすごい有名になった、一番僕は何を見たかったかって、僕原始ですね、あファントムリムについて知りたくてやったんだけどね。ファントムリムもあの幽霊でしょ。だから、ファントムリムってあのこう、あ手とかがね、手とかこうあの切断しちゃった人がいるじゃない。そうなると手の先ないんだけど痛いんだよね、手が痛くてしょうがないんだよねっていう、あのしょ、まあこれってほぼ必ずなるんだけどっていうのがあって、まあそれについて、あのこれ結構治るんですよね、実は治し方もあって。まあこれそれ読んでください、ぜひ。すごい面白いから、視覚的に治したりするんだけどね、こうやって真ん中にガラスとか置いてね、あガラスじゃないごめん、鏡置いてね、治したりするんだけど、まあまあそう、まあそういう本ね、ごめんなさい。で、幽霊です。だからやっぱ脳の話でいいんだと思うんだよね。まあ僕はそういう風に解釈してますね。はい、記憶の淡い、脳の淡いみたいなね、そういうものを解釈してるんだと思いますね。はい、でこれまあインスタでしょ、これね、これめっちゃ怖いな。ここに鹿いるでしょ、すんげえ怖いの。僕ね動物結構怖くて、犬派なんだけど、猫派か犬派か、猫も別に嫌いじゃないけど、僕ちょっとアレルギーがあるからすごいあのダメなんだけど、あの猫も好きなんだけど、まあ犬派なんです。犬だけど動物って怖いっすよね。僕あの奈良の鹿とかむちゃくちゃ怖いですもん。でっかいしね、鹿とかね。僕はそういうとこあるんだけど、だからすごい怖、ものすごく怖い。僕これあのものすごく怖いインスタレーションだった。なんか幽霊が怖いのかな、幽霊怖いのかもしれないね僕ね。どっちなんだろうな、よくわかんないな。でもやっぱこうやって見るとなかなかよくできたインスタレーションだな、やっぱり。まあ、まあこういう感じで見えるわけね。これ多分向こうにスポットが当たってると思うんだけど、こっちに光が飛んできてるんだと思うんだよな。はい、で、その部屋をですね抜けるんですね。そうするとここにね車椅子があるんだよね。車椅子があって、さっきと同じようなね廊下、あれ同じところに出てきたかなと思うんだけど、違うところに出てるんだよ、違う廊下なので。ここねまた鏡があってね、で一番奥にこう進んでいくわけね。でそしたらこっちだったかこっちだったか忘れたけどに、こっちか、こっちのドアからまた入るんですよ。そしたら何があるか、はい、こっちがメインです。こっちがメインだよみんな。あこれね光がめあの真っ暗にはならないんだけど、暗くなったり明るくなったりしてるんだね。さあはい、あこれねちょっと違うところで見せた方がいいな。あのね次はね絵画があるんですけどね、どういう風にね絵画が展示してあるかっていうのを見た方がいいんですよ。これで見せればいいかな。こういうこっちか、こうなると、あのねこうものすごい中細い部屋なの。
長細い展示スペースに絵画がずらっとこう並んでて、でこっちは一番奥にでかいのがあるのね。こういう風になってるの。ただそれだけなんだけど、それがどうなってるかというと、さっきの、インスタレーションと同じ、見せ方なんですよ。どうなるかというとね、1点ずつスポットが当たっていくの。だから僕ね、これ1点ずつスポットが当たるようにね、これ撮ってるわけ。スポットが当たるところをね、こう撮っていってるの。こういう風にね、撮っていくんです、こうやって。でそれぞれの絵がね、あのねにスポットはね、だいたい同じぐらいの時間ですよ。3分までいかないと思うけど、結構長いですよ。1分ってことはないと思う。もうちょっと長いと思うんだよ。その時間ね、あのスポットがポーンと当たるわけ。1点ずつポーンポーンって当たっていくの。でね、そうなるとね、我々どうなるかっていうとね、直前にインスタレーションで身体動かされてるでしょ。でそうなるとね、必ず絵の前に行くんだよ。身体がそういう風にね、それこそ記憶されてるの。だからそれ繰り返すんですよ。全く同じように繰り返すの。じゃあその時何が描かれてるかって、これ廃墟の絵が描かれてんだよ。廃墟の絵が描かれてんの。インスタレーションじゃなくて、あの廃墟だと思う、おそらく元のその絵が描かれてあるので、これまで幽霊描いてたんだけど、つまり人物像だよね、描いてたんだけど、人物像描かなくなったんだよね、完全に抜けたの。でもつまり気配のみを描こうと思うっていうことですよ。もともと彼女は気配が描きたい人だから。で富安さんっていうのはですね、彼女はですね、インスタレーションの作家じゃないんですよ。で資生堂の時もそうだったんだけど、あれは何のために組んでるかというと、絵を見せるために組んでるんです。でそれものすごく重要なポイントなんですよ、彼女の。でやっぱり彼女はあのペインターなんです。でその絵を見せるっていうために、絵を見るという行為のために何ができるのかっていうことをですね、ひたすら考えてる人なんです、実は。で今回は見事に僕ハマったと思う。これはね、やられたね。うん、すごく良かったと思いますよ。本当に上手になったなーって言うとおかしいけど、まあ同級生だからいいだろうね。上手になった。やっぱめっちゃ成長してますよ。僕あの幽霊とか書いてるっていうか、魔法陣とか意味わかんねえなと思ってたけど、でもこれやっぱね、さすが、あの資生堂も良かった。資生堂も明らかに絵を見る展示だなって僕もあの本人に言ったけどね。そうですよ、だったと思いますよ。ものすごくなんていうかな、さらっと絵を置いてあったけど、何もないっていうかね、まあ本当に、まあ資生堂の時もいろんな部屋をこうあのずっとこうね、一方向で一方通行でずっといろんな部屋を回っていくっていうのなんだけど、何もないところにポンと絵が描きあったりするの、ちっちゃいね。でまあこりゃ絵の展示だなっていう感じがすごくしたんだけど、分かりづらいかもしれないけどね、あれは体験っていうよりも体験の中でいかに絵を見せるかっていう展示なんですよ。で今回は本当にハマったと思う。資生堂よりもずっとハマったね。でこれこの演劇劇場っていうのすごい向いてたんですね。ものすごくいいセレクトだったと思うし、神奈川芸術劇場素晴らしい組み合わせでしたね。でこれ展示期間が短かったの本当もったいなかったですね。素晴らしい展示ですよこれ。で絵がものすごく見えるようになるしね。でこの気配っていうのはすっごいこうそのある種のその怖さみたいなものがやっぱり際立ってきたと思いますよ。すごい良かったですよ。はい。で、はいはい。ね、こういう風にね、ね、これも多分こう階段を上から見てるんでしょうね、これね。はい。こういうね、さ、こういう、で、上にはこうスポットがあるわけね。で、1点ずつ照らした後に、今度どうなるかっていうとね、今度2点になるんだよ。パーンと今度は2点ずつ照らしていくの。ね。これ怖いよね、これ。うわ、怖い。これね、富安さんらしいんだよ。ものすごい富安さんらしい絵なのね。この構図もね、やっぱこういうのが効いてくるんだね。こうやって、なんていうかな、ものすごく富安さんってもともとこういう感じですよ。なんていうかですよ、ものすごく緻密に計算された絵を描く人だけど、それがやっぱ際立ってきますね。はい。で、2点になって、で、今度は3点ずつになるの。バーンって、これ抽象画みたいだけどね、はい、ほらね、これさどう見てもこれほらさっきあったさ机と椅子じゃん。でほらここに置いてありましたよね、コップ。そういうことなのね。だからさ、その絵画の記号的な意味とかも考え始めるじゃん。でも絶対そこに到達できないのね。
これどうかあったんだろうね、こういうね。だからさ、直前に体験したものが懐かしく感じられるっていうかね、ものすごい捏造でしょそれそういうことを捏造していくっていう作戦だよね。あ、ほら、あ、これ2点光ってるでしょ、これ、こことここ、こういう風になっていくわけね。同時に見れないよ。 これ今度3点ね、3点光るとね、これも3点ですね。これ つまり3点が組み合わせで光っていくのね。分かるかな。2点が組み合わせ、3点の組み合わせっていうので光っていくのね、スポットでね。はい、これも3点ですね。はい、これも3点ですね。あ、これも3点ですね。はい、そして最後に光が消えた後に全てにスポットライトがパーンって当たるのめっちゃかっこいいよ、めっちゃかっこいい。これ僕ね、富谷さん本当にね、最高の場所をもらいましたね。素晴らしいと思います。はい、富谷さんの絵もね、ものすごくよく見えました。これ本当にね、神経質なまでにね、作り込まれた絵画っていうものがよく見えてね、素晴らしい展示でしたよ。うん、これは多分ね、付け加えてると思うんだよな俺。これただ分かんねえんだよな、これな、どういう空間なのかね。これさっきの絵ですよね、わかります？画中がね、これどうやって組み合わせたのかわかんないんだけどね。ここ、これ剥製がありますよね。ね、でこれなんか楽譜譜面台とかがあるからちょっと何なのかわかんないんだけど、うん、ね、はい。でまあまあ、これ画集がありましたね。もう手に入らないと思うんだけど、まだあれあったらね、手に入れたらいいと思いますよ。はい、以上でした。素晴らしい展示でしたね。漂白する、ごめんなさいね、漂白する、なんていう展示だったっけ、幻影、漂白する幻影ってすごいタイトルだけど、うん、まあそういう、展示でした。はい、神奈川芸術劇場カートで展示されておりました富安優馬さん、漂白する幻影でした。はい、以上になります。はい、ということでね、いいね、およびね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じですかね。